はい、名古屋ライダーツです。今日はちょっと曇りですが、寒くなくってツーリングには絶好の気温になってます。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のツーリングの行き先は、伊勢神トンネル、この近辺ではちょっと有名な曰く付きのトンネル、旧道の方に行くのと、でもし時間とかがあったら湧水広場、氷瀑が見えるところにも行ければな、行けなくてもいいかなぐらいの緩い感じでツーリングをしています。はい、この湧水広場の氷瀑っていうのは、自然の滝が凍ったものではなくて、水道会社なんかどっかの会社が人工的に作り出したものではあります。なので見栄えはしますね。人工的に作ったるんでね、見栄えするように多分作ったかと思います。なんといってももう昼過ぎちゃいまして、何時に伊勢神トンネル着くかって言ったらもう2時頃にしか着かないんだけど、そんなんで行ってきます。はい、それでは伊勢神トンネルまでワープです。はい、伊勢神トンネル付近に来ました。旧道に今曲がりました。最近はね、新しいトンネルができたんで、この旧道の方行く人はいないと思いますが、旧道にある伊勢神トンネルが曰く付きのトンネルのようです。我々が大学生の頃は、なんか車でここに肝試し的に行くっていうのがなんか流行っとったようですね。私は行ったことないんですけど、だから名前だけは知ってます。こんなんでも普通夜来たら怖いわね、こんなとこ。はい、ラジコが消えました。山のせいなのか他の理由なのか、それは分かりません。こっち、これか、これじゃない。対向車注意。うわ、これはすごいね。おお、これはすごいですわ。はい、伊勢神トンネル行ってきました。ちょっと雰囲気あって怖いっすね。怖い怖い。はい、写真もいっぱい撮ったから、後で何か写真に写ってたら YouTube にはアップします。なんつって、これこっち行けばいいの、どこ行けばいいんだろう。道案内をしてくれなくなったナビが。でもこれいいのかな、こっち行って。葉っぱがいっぱい落ちてるんでね、滑らないようにしないと。あ、怖っ。伊勢神トンネルはね、何かが出るってことで一応有名だったんですよね。本当に出たという話は聞いたことがないけど、それほど有名だったんで出たかもしんないですね。これ怖いな。ここで事故ったら助からんね。携帯つながんないし、人通らないし、こんな崩落しんといてよ、マジで。これがだから新しい伊勢神トンネルね、今ここを通らずに来たんです。伊勢神トンネル、あ、これか。
はい、湧水広場の氷瀑を見てきました。いや良かったですね。まあ人工の氷瀑ではあるけど、いやいや良かったです、良かったです。なかなか愛知県でねバイクで行けるところでこんなん見るのは難しいんで、人工でも何でもいいですわ。良かった良かった。夜はねライトアップするみたいです。ちょっと私も夜はもう寒いんでライトアップは行きません、行きませんけど、昼でも十分楽しめましたね。結構観光客の皆さんも来ていてね、いい観光スポットだなって思います。一応なんとなくね、なんとなくっていうか一応考えられて多分作っとると思うんですけど、やっぱり綺麗な配置になっておるなという感じがしたので、やっぱり行きたくなりますね。車持っていれば、車ならば夜行ってもいいかなという気はしますね。ちょっとバイクだと寒いんで、そこはちょっと嫌だなって思ってるです。はい、それでは伊勢神トンネルと湧水広場の氷瀑を見てきました。まあ愛知県にもねまだまだ行ったことないところはたくさんあるので、これからもどんどん愛知県大富士通もそれから遠くへのツーリングもやっていきたいと思っています。この動画がいいねと思った方はぜひ高評価、コメント、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまた次回動画でお会いしましょう。じゃあねー。ごめんなさい。